平成ジャンプです。嘘です。ですね、野暮用をいろいろ終わらせてきまして、7時47分になりました。へえ、いつからですかね。あれが終わらせたのが、まあしっかりいろいろ見れば、パソコン見ればわかるんですけど、いいです。はい、まあ、3時間ぐらいかな。うん、まあね、時間かかればやる、終わるんすよ。はい、時間かかればね。そうそうそう、いやー、パッキングとかってめちゃめちゃめんどくさいじゃないですか。俺パッキング好きなんですよねなんか前はめんどくさくてあれだったんだけど、一個一個なんかもう正解みたいな感じになるじゃないですか。なんかね、その正解を一個一個当てるのが好きで、パンツ何個か持ってくってなって、3つ何選ぶの、病院でしょ、感染もするかもしれない、ウイルスがつくかもしれない、え、俺の手持ちの中で何を選ぶの、どっから行くの、実家から行くの、別の家から行くの、その配分、あああれあっちじゃん、このパンツあっちじゃんみたいな、なあ、それのいろんなバランス配置分け、それがねすごく楽しい変態です。あーね、結構それは新しいね。いや、あの2000円で買ったさ、そのナイキのやつ、あ、でもあれポケットないべ、あぶね、これもかぶっちゃった、大丈夫か、ポケットないときついよな、さすがに。だって財布とさ、携帯っていうのはさ、まあずっと持つわけじゃないですか。ポケットあった、あるけど、めちゃめちゃツルツル落ちそうだな。ナイキ今までしっかりあのチャックでポケットつけてきたけど、でもこれってもっとあれだもん、もう薄くてもマジうち値薄いですっていうやつだもんねせやせやせや、よいしょ、あべ、あ、ごめんなさい、あのマイクを外してしまいました。あ、いけるかな、でもね、なんかあかんねん最近、あかんくて、なんかさっきからさ、すげえなんか、だって繋がらへんやん、わざわざ買ってんのに、あたい、わざわざ買ってんのに繋がらへんからよ。ちょっと激おこのプンプンの丸々の丸なんですよ、わかりますか、シュワさん、もうこれさえあれば iPhone とあれをつなげられる。全然つながんないじゃないですか、シュワさん、お願いしますよ、ほらほら、全然つながらへん、なんでなんですか、シュワさん、シュワさん、なんで前はついたりしたのよ、マジようわからんのじゃん。じゃあ一回動画消しますね。一回動画消します。いえ、どうですか。全然ですね。全然ピクリともうんともすんともうんともすんともせんともぜんどもぜんども言えません。なんでですか。なんでですか。めちゃめちゃ俺の手首。小さいですか、こちらにしたらどうですか、あれ、まあ、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 声小さそうね、じゃあ大きくして、はい、え、これをさもっと上げたらいいじゃん、ガーって、え、上がれへんの、上がれへんねんな、なんでな、パソコンの時はよかったな、調子な、あ、だからもうやっぱマイク映したらあかんねん、どないしたらいい、どこ映したらいいんだ、ここらへん、あ、ブー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 言うな、ほんまにこれで映っとらんでな、あ、あ、え、切れた切れた切れた、マジでなんでな、なんな、
シュワさん、どうしたんですかね、シュワさん。初期不良？結構初期不良じゃね？シュワと喋りたいな。Yo。シュワ。シュワ喋りてえよ、シュワと。シュワ。短い命だった。短すぎだよ、ごめんなさい。短すぎや。一回音止めます。あっきゅう、始まりました、午後の部でございます。先ほどは音声いつから撮ってましたっけ。もうね、ずっと勝手に喋ってるからわかんないんだよね。よし、待ってくれ。音声を確認します。ニアですね。ファーにするとこんな感じになるんですけれども、どうでしょうか。ニアとファー、どちらがいいでしょうか。まあね、多分ね、ファーの方が聞きやすいってなるんですけど、ニアでこうやって喋るといい感じだから、ちょっとわかんないんですよ。でも俺ここら辺で喋るから、いつも。じゃあファーにする。でもファーにするとその体、そう、七味が落ちた音とか拾っちゃうから、まあいいや、ニアでいきます。あ、見えてますね、さっきから。ちょっと失礼します、電気消していきます。かわせあきがつぶやく、いやいやいや。あ、なんとなんと、クワマテレニア、クワマテレニア、クワマテレニア大佐です。なんでビニール袋がたまる人なんでしょう。大丈夫、これしっかりゴミそれの分出してんだろ。その分ゴミ出してんだろ。その分ゴミ出してんだ。全然なんでもないじゃん。全然茶色。あれ、なんか iPhone のカメラだと明るいな。iPhone のカメラだと明るい。ちょっと明るい落とすよ。落ちんのかな。どうしたらいいんだろうな。あっちげんだよな。そういうんじゃねえんだよな。明るさ、イソ感。ええ、あ、ごめん、これカラーだ。まあでもね、マジでこんぐらいだから、よろしく。あれ、なんでオートにするとこうなるんだ。まあいいや、これなんで。はい。はあ、よ、帰ってきたぜ、帰ってきたぜ。ああ、帰ってきた。ああ、止めて、つぶやく、いやいやいや。おいしょ。もうさ、すげえんだよ、机の上見してないけどさ、これでいくんかいって、ね、これでいきます。あんま気にしません、綺麗だから。あとここ、この階水道ねえからめんどくせえんだよ。ええやん。よし、水がそこらへんに置いておいて。うすうすうす。Vlog ですね。はい、別に俺と俺はいつ喋るんだろうね。あと1日の中でも、あ、いいや、なんでもない。早くすごい喋ろうとしてるね。なんかあれかもね、前向きに受け入れたのかもしれないね。やるんだ、やるんだ、とりあえずやるんだ。バカだな。あー、ちょっと、いや、そうなんだよ、俺すぐ著作権のかかるもの見るからさ。え、 YouTube とかさ。そうそうそう。でもこれやると、俺の耳の方からしか YouTube 来て、ああ YouTube だ、ああ YouTube だ、ああすごいすごい、ああクレイジージャーニー、はいはいはい、
でもさ、これ自分のさ YouTube の画面見せるのはさ何のあれでもない、でも恥ずかしいじゃん、なんかがこんな関連画面なんだみたいな恥ずいよね。ですねあのやっぱ遅いですね。あ、ひろゆきさんのライブ2万人が見てますね。すごくないですか？すごくないですか？あ、2人で、うわ、ひろゆきもう 98.5 万人来てる。すげー、喋るだけで登録者20万人増えますやべえよな、それそれやばくない？やばい、うわ、アフリカの 4K だって。1時間ある、これやばいね。これ見ようぜ。え、これさ怒られなくない？怒られっかな。うわやばいね。うわ、これもうちょっと見ても大丈夫っしょ、怒れないっしょね、もうちょっといけるっしょ、大丈夫っしょ、もうちょっといけるっしょ、怒れないっしょね。せっかくだからこんぐらいしてるよ。じゃあ、うおーってね、えぐ、待って伝わってないよな、この画質。みんなぜひ 4K で見てください。俺はね、俺が 4K で撮ってないから無理だよね。うわー、すごい、アフリカって。ホモサピエンスはさ、アフリカから来たじゃん。アフリカにはこんなに大型動物がいっぱいいる。全然大陸でさ違うよね。動物見ればわかるもんね。どんなに、だってデカキリン走ってる。こんな巨大なやついないじゃん、日本になんて。だからその土地その土地でさ生き残り方とかさ、まずそもそもでアフリカはでけえし、土地もあるし、何もかもでけえ、壮大。それと日本のこの島国の急な感じとかがさ、それは小柄に作られるわ俺らは。でも最近伸びてんだってね、欧米化してるって。面白いね、どうなるんだろうね。本当にコンクリートジャングルに住む人は大事なんだよね、身長。かっこいいとかっていうことは生き残りにつながるからね。だからなんかペットのさ小型犬がさ、もう人間に改良されたやつら、もう自然界じゃ生き延びれるわけないじゃんみたいな、超弱いチワワとかいるじゃん、流行ってんじゃん、キャバ嬢買ってるやつ。あれとかもうなんか人間に作られてね。でもあいつもあいつで進化していくと思うんだよね俺は。ってなった時にどんな進化をたどるかっていうと、その飼われてる人間に、そのやべ、うわーすごい、やべーやっぱマジ人間の行くとこじゃねえよな、ここは。もう本当にあれ、もうあなたたちの場所、ここはホモサピエンスがいる場所じゃない、マジで。あー、洗って捨てよ、匂いがすごいしね。洗って捨てるんですよ、わかりましたか、つって。うーわ 4K やば、待って、色やばすぎ、色やばすぎだね。ちょっとが、俺さ一応オレンジなんですよ、光こんぐらいね。やばくない？
えぐいわえぐいわ。え、でもさ、これ思ったんだけどさ、あのこれ見てますっていうクレジットやればさ、一緒に見れるんじゃね。いや、よくわかんないからこれでいいよ。クレジットし、あ、やべえ、差し出しとか、怒られる怒られる、あ、やばい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 、ダメだって。もうさ、飯の食い方も配信するのであれば自覚と責任を持って言われるから、もう本当に日本の恥だって言われるから、ダメダメ。あ、やべえ、いいじゃん、ホモサピエンスなんだからさ。トゥルー、私はホモサピエンスです。あ、一応ですね、まあ日本語をこんな喋ってるので、お気づきの方もいるかもしれませんが、一応その分類上っていう感じは、一応私は日本ですね。はい、日本です。一応日本人ということで、この世に生を受けまして、今生きております。日本人でした、はい、ここから先90年ぐらい、あ、そんなにいきません、ね、ごめんなさい、ここから先何十年かは日本人のままでいきます。次があるか、いいえ、次なんてありません、次とかじゃありません。私は今日本人として生きている、それしかありません。わかりますか。何を言ってるんですか、何を言われていますか、何を言われていますか、それは何ですか。ホモサピエンスであるということなのです。私は右利きなので、こちらからカメラ映さない方がいいと思いますか。その意見は本当に私もそう思います。そしてこのマヨネーズ、このマヨネーズがこの世の終わりを告げます。この世は終わるんですか、いずれ終わります、突然始まったかのように。そうなんですか、本当ですか、先生、先生、先生。生き物に感謝、今に感謝、いただきます、私は生きています、ありがとうございます、私は生きています。たくさんの犠牲の上に成り立った不条理な商品を食べて生きています。食い恨みます、でも私も生きます、私も生きます。いずれ出会いましょう、いずれサステイナブルな街にしましょう、都市にしましょう。俺も目標が同じだ。今は、これがホモサピエンスというものだろう、人間というものだろう。食らう、食らうんだ。スプーンにすれかった。まだ一口も取れねえ。おれや。うん、どうしようね、 ASMR みたいになるから、音声切ろっか。いや、俺もそんな嫌なんだよね。
アフリカやばいな。チャプター分けするんで、飲んでいきます。いや、もしかしたら。すげえ変な性癖の人がいるかもしれない。性癖っていうかねえ、 ASMR が、えぐ、やばいよね。合法だよこれ。これ合法なんだよ。やばいわ。合法なの。しかもオンリー8ならだよ。やっば。やべ。早速見バレかよこの野郎。やばいわ。アフリカの動画を見ながら吉野家のジャンボジャンボジャンボを食うとる。なんじゃこれ、よくわからんよな。なんでこの道通ってんねやろうなって。でもこれが今一番やねんな。何したいって聞いたときに、吉野家食いながらアフリカ見てたいって。ドヤじゃねえんだよ。すいません、すいませんでした。
し、一旦落ち着きました。さあアフリカで亡くなってまいりました。やばい、ゲップが、ゲップを抑えろ。よかった。ゲップはね、普通にバンされるんじゃねえか。今までありがとう、さようならでめっちゃ乳首ビーンで、どうしたの？あ、引っ越すんだ、カネキンさん。明日月曜日なんですよ。で、まあ朝からある程度いろいろバンバンあるんで、朝からある程度動けるようにしたいんで、今日はちょっともう、まあ軽めにパーンと。軽めにパーンとして、眠り落ちたいんですね。へえ。ってなった時にですね、ってなった時にですよ、ちょっとね、これ恥ずかしいわ、自分のあれが言ってんの。言ってんのって恥ずかしいのって言ってんのって言ってんの。ててててて、どこまで、ここまで大丈夫じゃないから、ここまででした。よし、うわ、ニーヨだ。いて、あ、怒られそう。
面白いな。いや、いつもね、こうやってどこの価値観で浸りたいんだろうってやるんだけど、どこにも浸らないのね。どこにもこうパーンって来なくていやー、めぜん、いやー、リトルフォレストマジでよかったな。幸せがお金で買えるわけ。久しぶりにいい映画を見ました。この二人が許せるのであって、優しさを取り戻す素敵なチャーミングで見ていてよかった。今度は誰かと一緒に見たい。気分の良くなる映画を久々に見ました。いいね、こっちに一緒にいるとこ。But it's not today. What do you want? What do you want to wear? What? See? What for? うわぁ、雨の日では会えない。なんとかなんとかプンティケット。ファイナルシーズンね。うわ、やっぱ映画とかも全然ダメそうだよね。ちょっと待って、これね、普通に一旦戻りたいんです。プレイヤーを閉じたいんです。そうです、そうです。ですねあ雨の日は会えない。晴れた日は君を思う。じゃあ曇る日にって、なんで。指摘すぎて難解だけど、美少年が出てくる美少年好きのための映画なんだろうな、これにしよう、これにしよう。なんかすごそうだ。これはさすがに出しすぎ？こんなもんだよね。嘘を愛する女。俺これどっかで見たよ。映画館じゃないか。うわ、始まったよ。始まっちゃった。始まっちゃった。